2023年5月15日真珠挿し伝牧野27抵抗5年訓読から芸5年春王の3月新害作く日これを食するあり夏俗を祭に送る王越5にいる 6月平神既存以上出秋七月人死宿存不瞰出世,瞰出世冬真の死を死を率いて戦後を囲む伝五年春王人市長を祖に殺す夏賊を祭に送るはもって局を救い椎名なきを恵むなり越後にいるは五祖にあればなり六月騎兵士当谷を巡り帰る いまだ至らざるに平身某に出す。陽子まさに違反をもって連戦とす。中了解与えずしていわく。王を改むれば玉を改むと。陽子これをあんと欲し鉱山府中に次ぐ。府中いわく。彼は君のためなり死何ぞ恨みんとでに葬り監視当屋をめぐる火に及ぶ。施設火の災となり。 迎えてこうにねぎろう。んしこれをケーす。中了解をねぎろう。中了解ケースずせず。施設怒る。よう子に言えらくしこれをさらんか。<laughs> しこれをさらんかと。新法書真の死をいて至る。真の死法死後。車500錠を率いてもってそうすく。死法いわく我いまだ後の道を知らず。と。 そ父としてまずご人と戦わしめて諸子よりこれに返し大いに不害王を木に破るご人遺棄を白居に売うその後半島を引いて本島を率いて持って市政に従いて五の死を軍将に破る秋七月四季四歩党を滅ぼす九月不害王帰りて自立して持って王と戦えて破れ に走りて道けしとなる。五の死ー、その死をよ勢に破る。真の死また五の死を破る。五の死金による。死期まさにこれをやかんとす。死せ曰く。ふけ親たしゅう、をさらしておめること、あたわざるに、またこれをやくは風かなり。死期曰く、国に、滅びたり、死者もし、知ることあらば、もって九ゅうしくべし、兄これをやくをはばからんにやと。これをやきて、 また叩こう。五の子破る。また後世の刑に叩こう。五の子大いに破る。五死すなわち帰る。隠居費を捕らう。隠居費。先前と来い。ついに逃げ帰る。将校。所領の弟。構造。その母に五に従い。待たずして帰る。将校。ついに静止せず。 陽子旗官師と候補文博とを捉えて中領会を追う冬10月定外高,高科幕を殺す義中官師に職問のうちに地を公員大いに誓いて候補職と新選等を追う皆正に走るそして、A にいるはじめ当身。 ご人の九を争うを聞いていわく我これを聞く譲らざればすなわち忘せず忘れざればもって遠征すべからずと五祖に争うなんぞ乱がらんあらん乱あらはか必ず帰らんなんぞようそう定めんと王の随に走りしやまさに清九を渡らんとせしに乱陰び、その道を渡して王に船を与えざりきやっさんずるに及びて王これを殺さんと発す死生いわく 史上はただ救援を思いければもって破れしなり君何ぞならば大いくよしそのところに帰らしめよ我もって善悪を知るさんと王刀身王孫勇 <laughs> 王孫王,王尊業、証券、刀奏新報書王孫家宋牧刀海を称す 死生曰く、孔う、回を受け、王曰く、大徳、荘園を滅ぼすは道なりと、新法書曰く、我は君のために世しなり、身のために世しにあらざるなり、君すでに定まれり、また何をかまとめん、かつ我、死期を咎めて、それまたこれをなさんにやと、ついに生を逃る。王、まさに機微をせんとす。君、自して曰く、女子たるゆえんな上夫に遠ざかるなり、 証券我を追えりともって証券に目合わせてもって学院となす王の隋にありしや子生王の予服をなしもって道を休んじて悲節に苦にせり王の所在を聞いてしかるのちに王に従えり王優遇をして金に気づかしむ覆名す子生孝行を問う知らず子生曰く当たわずんば自するにしかんにゃ気づきて孝行正代を 知知ららずんんば何をか知らんとする答えて曰わくもとより不能を自世しかどうもし世を使えり人・おのおの脳あり不能ありをとうに運中に愛しとき世その矛を受けたりそのところなおありと肌脱ぎてこれに灰を示して曰わくこれ世の世をするところなり非説のことは世もまた後わざるなりと真の死を戦務を囲む 観光の駅に報いしなり。以上5年計5年春大暦の3月の侵害の1日にロでは日食があった伝5年の春州の慶応側の人々が王族の蝶を祖で殺した計夏になるとロから国類を彩の国に送った伝,でた伝夏に ロが国類をサイの国に送ったのはイで物資が欠乏したのを助けるためであった。エツの国が炉に攻め入った。殿護軍が平士の日にといああいいんですね。え軍が、 そう攻め、攻めている隙を伺かった行動であった。悦が、悦が攻めたのがあってことですね、えー。計6月平氏の日に、炉の騎平氏が死んだ。秋7月人氏の日に、炉の縮尊府官が死んだ。で6月に、炉の騎平氏、すなわち気存以女が自分の所有地の頭部を巡視して、その岐路、某という土地で、 の日に急死した。そこで騎兵士の家来の陽子は炉の君の持っているヨハンという宝石でカバねを飾り艦に収めようとしたが同じく家来の中領会はあくまで君子の別を守ってそれに反対した陽子は怒って中領会を追放したいと同僚の施設に相談する「あの男はご主人のためをもって反対したのだからそんなに腹,腹を立てることもなかろうと」と 施設になだめられてやっと我慢をした、うん怒ったのは陽子じゃなく施設なのかと思ってたんだけどそのあ、えー、とかえと喜兵士の葬儀が無事に終わるとその子の既存氏が再び父と同じように領地の東部を巡視して火という都市まで来た。施設は 非の支配者であったので、郊外まで出迎えて、既存氏の一行をもてなした。それに対して既存氏は、敬意を表したけれども、投稿した中領会は、何の挨拶をもしなかった。施術もそれで立腹し、ここは起こったんですね。以前,以前に自分は、あなたをなだめたが、中領会という男は、実に礼を知らぬ、どしどし追い出されるが良いでしょう、と陽子に向かっていった。神では、司法と司法との二将軍に、 500台の戦車を指揮させて祖を救うことになった「祖保は五の戦術を知りませんから」と言ってまずその人々と五軍とを戦わせ諸という土地から諸婦、えー、祖軍と一緒になって五の不害王の軍を木の地で破ったこの合戦で五軍はその家老の遺益を発居という地に追い詰めて捕虜としたが イエキの子は敗軍をまとめ司政,政,政に従って護軍を軍将の地で破った秋7月になるとその市長と秦の司法とは後に味方をしたとの理由で党を滅ぼしてしまった9月に呉の不外王は帰国して自分から国王と称した 後に五の君が帰国するとそれと戦って敗れ蘇に亡命した <coughs> 後世同系主となったのはこの子孫である五軍は蘇軍を養生の地で破った秦の軍隊はまた五軍を破ったそこで五軍は退いて金の地を守った祖の子規は金の地を焼こうとして市政と相談した。 現在、蘇が陣を占めている場所は、我々の父兄が骨を晒した地です。その骨をも納めることができませんのに、焼き討ちにするのは感心しません。我が蘇の国は滅びたと言ってもいいのです。我々の父兄は、五の陣を焼き討ちにした時、初めて喜びましょう。父兄の霊を浮かび上が,上がらせるのには、これが最良の手段です。公式は言って、姿勢の反対をしきり、 金の地を焼き討ちにして戦い五軍を大いに破ったその後後世の谷でも戦ってまた五軍は破れ五の君は国に引き上げた引き上げる時にその過労の陰余秘を捕虜とした捕虜となった陰余秘は五の君よりも一足先に行きたいと願ってついにうまく逃げ帰った五が祖に攻め入った際にその真因術の妻は五軍のために捕虜となった その子の構造は母に従って五の国に行っていたが戦いの最中母を捨てて自分一人先に帰国したそれで兄の思考は弟の行動を怒って一生涯対面を許さなかった「つ豆いの日に室野陽子が謀反を起こそうと思い騎兵士の子の騎幹氏、すなわち騎孫氏とその一族の候補職等を捕え中領会を追放した」。 冬10月定外の日に彼は既存氏の一族である高賀博を殺し貴中の日に貴官氏と誓いを結び後院の日に候補職とこれもその一族の親仙等を聖の国に追い払った五軍が引き上げたと聞いてその小王は隋からその人の英に入ったはじめ運の地の守護職であった当神は五の王子と王帝とが 宿所について争っているという噂を耳にして「謙遜を知らなければ仲良くなれない」と昔から言われている「一軍が仲良くしないで遠征などできるはずがない」「五がその国で味方同士で争っているから必ず乱が起こるであろう」「乱が起こればその結果は遠征に失敗し軍を引き上げるよりほかあるまい」「そう滅ぼすことなどできるものか」と言った。 また祖の家老の乱隠蔽はその際自分の妻子を渡して小王に船を与えなかった祖が安定するに及んで小王は乱隠蔽を殺そうとしたすると御前に進み出た姿勢は一さめてその家老の師匠が古い恨みだけを常に思って忘れなかったので戦争に負けたのであります我が君におかれましては決して師匠の二の舞を踏んではなりません」といった小王もその点に気づき 良いことを言ってくれたではあの男を元通りの地位につけよう自分はあの男を見るたびに前日の失敗を忘れない目印としようと答えたやがて昭王は論考交渉を行い当臣遊御証憲陶宗これは当臣の弟新法書家総お及び東海これは当臣これも当臣の弟の9人に恩賞を与えた。 姿勢はまたも御前に進んで、東海という男は先に我が君をしーし立てまろうと、えー、しーし立てまつろうと図ったこともありますから、今回の功を称するのはおやめくださいと申し上げた。しかし、昭王は功績が大きければ小さい恨みなどを考えぬのが道であろうと言って予定通り賞を与えた。新法書は、 私は我が君のためを思ったばかりであります。我が君がご安泰となりました以上、私の満足はこの上もございません。このほかには何もえ望みは何もありません。かつ私は以前に四季これは当心の父の子規が平王の難を救い立てまつったとの理由で恩賞を貪って滅びましたときに、その行為を咎めたことがございます。これは正校14年の状に見える。 「それを繰り返すのは嫌でございます」と言って恩賞辞退した「その国が平穏となったので昭は妹の吉備を嫁いらせようとしたが吉備はあくまでそれを断って「夫人は男子に遠ざかっていなければ嫁入りする資格がありません」「私は雲房の沢の中,中から運に逃げる際に昭憲に背負,われ背負われました」 こうして私は男子のそばへ近寄ったものですからイは嫁に行けないで体です」と言ったそこで昭王は吉備を昭家の妻として昭家の音楽をを音楽を司る過労とした <coughs> その昭王が隋に走った時に国に残った姿勢は昭王の車と服刀を作って人々を安心させてから施設の地に仮の首都を建てた。 将王がいなくなってその国民が散り散りになることを恐れたのであるやがて将王の所在が分かってからそれに従ったまた将王は優愚に命じて金に城を築かせた城が出来上がって復命すると市政はその高さや厚さを問うたが知らなかったそこで「満足にできぬならば初めから辞退する方が良かったでしょう城を築いても高さや厚さを知らなければ大小の問題などは分かりますまい」と姿政はなじった。 もとより私は最初に辞退しましたのをあなたが無理に命じたのであります人間にはできることとできぬこととがあります小王が運亡の沢の中で俗に遭われました時は私はその矛を受け止めましたその傷の跡は今もありますとうは答えながら背中を出し私のでき,できることはこれです勝手に君の車や 服を作って施設に仮の人を建てるなどという大それたことは私にはできません」と言った。K 冬になると真の三神の子王が軍隊を指揮して戦務を攻めた。で一昨年真の三神の漢古が敵を侮ったため専務の人々に捕虜となったことがあった。 死王は、その復讐を目指して戦後を攻めたのである。以上、5年終わる。6年。抵抗6年、慶。6年春、王の正月、危害、帝の。有足、死を率いて、今日滅ぼし、巨団死をいて帰る。2月、孔、帝を犯す。孔、帝を犯すより至る。 夏既存し中存下記、神に行く。神秘と、宋の公人が綺麗を捉う冬中尊に築く既存子中尊期、死を率いて運を囲む伝六年春帝京を滅ぼすはその灰によりてなり二月後、帝を犯し京を取るは神のために帝の諸妃を討ち死を遠ずるなり 行く時道を A にからず帰るに及びてようこ勤務をして難問より入り当問より入れしめてとんに宿る A 子を怒る美鹿をしてこれをおわしめんとす公粛分子ローセリー連にてこうに浮きていわく人を咎めてこれになろうは礼にあらざるなり将校の難に君まさに文の女帝、生の小帝、 えー、正の象徴、定の反感を持って、家衆も持って、これをいるべくんば、選びていつをも,もちいんとせり、う嗣と二三神のこと、諸皇家衆もこれを憂えば、まさに持ってこれが地となさんとしたりき、これ、軍神の聞けるところなり、今まさに将軍の持って究徳を応わんとす、すなわち不可ななことなからんにゃ。 唾液の子はただ宗公公職のみ愛むつむじとなすしかるに精進になろうてもってこれを捨てばまた小さらんやでんまさによ子の罪を多くしてもってこれを倒さんとす君しばらくこれをまた売官とすなわちやむ夏帰還し死にゆく帝の負を剣ずるなりよ子強いてもう一生して雪で夫人の兵にほうせしむ神秘とこれを兼ねて教す 妨害に立ち藩犬士に言いていわく。陽子もし炉におることは問わずして肩を真に休めん時持って中軍芝となすざる所のものあらば千君のごときことをあらん。犬士いわく家君勘ありまさにその人を使わんとおす王何ぞ知らんと。犬士漢士に言いていわく炉人陽子を憂う。ソン、その金を知りて思えなく必ず真に行かんと。 故に強いてこれがために皇帝を持って入れられんことを取れるなりと4月期中五の大使周類その周子を破り安心心小医師と大夫七人等を得たり祖国大いに恐れ滅びんことを恐る四季また領主をもって藩様に破れぬ霊院四勢喜びていわくすなわち今にして治むべしと ここにおいてが永を弱に移してその祭り事を改めきしもって祖国を定む。州の当辺王師長の唐を率いて水人によりてまさにもって乱を州になさんとしたりき。でここにおいてが評活、諸費不傷個人血害を討ちにき。六月州の縁没州を守りまた諸費に築く。秋八月宋の楽器稽古にい手わく。 諸ただ我の身シにつこう今使いゆかずんばしんそれ裏みんと「ガキその際賃衣に次ぐ賃衣曰く必ず死をしてゆかしむるならん」とたじつこうガキにいて曰く「ただか人死の源を喜ぶしかな必ず行け」と賃衣曰くし後を立て,立ててゆかば 我が室もまた滅びざらんただ君もまた我をもって難を知りながら生きたりとなさんと今をまみえしめて思考し,し,してゆく長官氏迎えてこれに酒を免状に飲ましむ養順六十を漢氏に剣ず。養順六十を漢氏に剣ず。賃いわく昔我藩詩を主とせしに今し長詩を主としてまたいるることあり 用順をもって災いをかわんことはなすべからざるのみしかれどもし深刻にしなば子孫必ず志をうにえんと反見し信仰に言いていわく訓命をもって境を越えて使いしいまだ使いを致さずして私に酒を飲むは自君に不敬なり当然ずんばあるべからざるなりとすなわち楽器をとろうよう子また公と三冠とに正 宗者に近い黒人に白者に近い午後の国地公冬十二月天皇公勇におるは当辺の乱を咲くるなり以上特になかったですかねはいえー、とでは訳文 6年計六年春大暦の正月祈害の日に帝の勇族が軍隊を引率して虚の国を滅ぼしその君を捕虜にして帰国した伝六年,年に帝,の帝が虚を滅ぼしたのはその国が戦いに敗れたのに乗じたのである慶年 2月になると炉の抵抗が邸の国を襲いやがて帰国したん州の丹ン,ンという男が帝の人々と一緒になって乱を起こし処備州の地の処備を奪った2月になって炉の抵抗が邸を奇襲して京邸の地の京を奪ったのは 帝の人々が処備を責めたのを咎めて、真の国のために討ったのである。炉が帝を打ちに打ちに行く時、A の国に何の挨拶もなしにその領地を通過し、帰る時になって既存しと盲存し、との家来が A の南門から入って城内を抜け、東門を通って、豚宅の地に祝神した。こうしてあまりにも A を踏みつけにした態度を行き通った霊公は、 過労の微死下に命じて、路軍を追撃させようとした。その時、手車に乗って、慌てて霊光の御前に駆けつけた一人の老人があった。見れば、もう隠居している過労の公宿発、すなわち公宿分子である。これは、路の陽子の企みでございます。あの男は、主人の既存子や、同じく過労の妄損子を追放して、路の実権を握ろうとしている、 悪人です炉の将校が紀南に遭われた時我が A の国では上下そろって炉に同情し,しましたばかりでなく州の文王の王子たちのうちで炉の先祖の宗公と我が国のご先祖の宏宿様は特に仲が良かったのでありました。 天は陽子の罪をたくさん積もらせて、その上であの男を殺そうとされております。陽子の浅はかな計略などに乗せられてはなりません。ロ軍を追撃するのはしばらくお見合わせになったらいかがですかと真心を表に表して公粛発は還元した。そこで霊子もその言葉に従い、ロ軍に手を出すことをやめにした。K。夏になって、炉の機関士と中村カキとが真に出向いた。 夏に炉の帰還師すなわち既存師が真に出向いた三神に出向いた,向いたこれは今年の2月に帝の国を討った際に得た捕虜を真の三神の帝皇に献上するためであったこの時炉の陽子は無理に盲村すなわち猛医師に言いつけて別に真の国に行かせ帝皇夫人から買っていただいた贈り物の返礼をさせた。 これは、本来ならば機関師が兼ねるのであるが葉子は故意に別の使者を出して真の機嫌を取ったのである。真の人々は2人の使者を一緒に共謀した。モーソンは接待に出た死を別所に招いて。 我が国の陽子が、もし露にいられなくなって真に亡命するようなことがあったら、帰国では相当な役につけてやらぬと、我が露の仙君の心霊が怒りましょう。と言って、案に陽子が三心に出奔しようと思っていることをほのめかして、陽子の人物に油断しないようにと注意した。すると、仕王は、誰がどんな役に任せられるかは、すべて我が君のご一存ご一存であり、 私などがくちばしを入れる限りではありません」と答え2人の使者が各々宿舎に帰った後で「牢の人々は陽子を持て余しているモーソンは陽子が真に出奔するだろうと考え早く追い払いたいためにあんな謎をかけたのだ」と長王に向かっていった「五の君すなわち考慮」の子でえー、っとふさの兄にあたる この君公寮のああそうかフサの兄にあたる種類は4月紀中の日にその水軍を破って半氏子衆小維などの大将と7人の家老党を捕虜にしたその人々は全く驚き国が滅亡するのではないかと心配したそれにまたその指揮が陸軍を指揮して藩陽の地で後に敗れた 世はこの時になって人々が恐れることを知った今こそ初めて国を治めることができると A から弱の地に首都を移し平成を改革して層を安定させた場所確認よいしょその今の武漢まあ武漢有名になっちゃいましたけど ここら辺がえ、これ1番っていうのがまあ今、都で弱はちょっと北の方のここが弱ですかね。隋はここにあってこんな位置関係。発挙の戦いの 発狂この辺も戦いがあったところですかね。発狂はここ。ここは陸こう。まあ、こんな風になってるのかな。うん。 うん、はい、えー、先にいきます。えっ、ー、と、周の王族の。朝の残党に丹弁というものがあり。一味と党を引き連れて、帝の人々と一緒になって、周に内乱を起こそうとした。そこで帝は周の評かつ、諸備、不所、個人。 結外などの6つの都市を犯した6月になると、えー、真の煙没は州を警備する一方処備の地に城を築いた K 秋になると真の人々は宋から来た死者のがっきりを捕獲した冬に炉では中城という木に に城を築き機関師と中村下器とが大軍を率いて運の地を攻めた。でん諸侯のうちで秦に仕えているのは我が国だけとなりました。我が国から誰も使者に行かなければ秦は必ず我が国を疑うでしょう。と宋の楽器すなわちがっきりは秋8月になって稽古に根性した。 その後になって彼は執事の賃院にこれを話すと賃院は我が君に置かせられてはきっとご主人を死者になさいますでしょうと語った果たして間もなく稽古は楽器を召して果実お前が申した言葉には一理があるぜひ死者となって真に出向いてもらいたいという楽器は規定してまたも賃院に話すと真へ行かれますのな,すのならお世継ぎを定めてからにしてください そうすれば万一のことがあってもご安心ですし慶光様も「あなたが決死の覚悟で行かれるのを知るでしょう」と言ったそれで楽器は我が国懇を四つぎと定めて慶光に引き合わせた後出発したのであるさて60個の盾を長王に献上するのを見た鎮寅は、えー、さて楽器が真に行くと長王すなわち長官士が出迎えに来て 免除の地で主演を張った楽器がそこで60個の盾を長王に献上するのを見た陳寅は我が国は昔から真に死者となって出向く場合には「死王の家を第一」と考えた献上品を致すのが常でありましたがあなたに限って「長王を第一」となされました「潮王,王とはあまり仲がよくありませんからあなたは盾を長王に献上したために死王の恨みを受け」 思いもよらぬ災難に遭われるでしょうしかしあなたが真で三神で一命を失われるのは宋の国への忠義ともなりますので「ご子孫は長く宋で繁栄されましょう」と言った賃院の推察通り紫王は楽器を恨み抵抗の御前で僧の楽器は死者となってきながらまだ使命を果たさぬうちに勝手に主演に臨んでおります。 こうした態度は僧と信徒の二国の君を尊敬しない証拠ですから、その罪を咎めなければいけません。」と申し上げた結果、信では楽器を捕縛したのであった。路の貴尊氏の家来の陽子は、再び帝皇や三家をすなわち孟尊、祝尊、貴尊と路の祖先を祀った場所で誓いを結び、路の人々と都の中央に出て誓いに背かぬという制限,制限をした。 冬12月に周の慶応が光悠周の地の光悠におられたのは丹弁の起こした内乱を避けたのであった以上それでは抵抗7年慶 7年春王の正月夏四月秋成功停白寒日高聖日と A の行人北急血を捉えたもった A を犯す A 子元い成功英光三日イウス聖の国家死,、えー、死を率いて我が聖日を打つ9月ウス冬10月伝七年春2月週の短編 義律に入りてもって背く、聖人。運、羊羹を返す。よう心に降りてもってとをなす。夏、四月、全部功、流観功、因子を九国に破る。秋、聖功定博、館に近い貝を英に、召す。英公、真に背む館と押す。書体を聞かず。木久血を指定性に浮かしめ聖功を私にして曰わく。血を捕らえてもって我を犯せと。 聖これに従いすなわち「さに知公、聖の国家我を討つ」「ようこ帰還しに魚となり」「高連処法、もう一子に魚となりて」てまさに夜「聖の死に軍戦とす」「聖の死これを聞き破り手を服してこれを待つ」「処法いわく」「子災いを図らず」何「何時必ず死戦、戦いわく」「子子」「を何に陥れば勇者を待たずしてよう必ず何時を殺さんと」 こう恐れてすなわち返りしかば破れ破れざりき冬11月防護前子粒子王慶子より向こう真の赤心王を送る騎士王王女に入り皇族彰子宿りてしかるちに早急に長せり以上百文7年 「7年春大暦の正月には記録することがなかった」でん「7年春2月に州の短編が義律、州の地の義律に入り込んで謀反を起こした聖の人々が運と羊羹との2つの年を炉に返した」「路からは陽子がそこに出かけて祭りごとを行った」「夏4月も突起することがなかった」「伝」 夏4月になると州の全部功すなわち牧皇の子と劉官公すなわち文皇の子とが丹弁に味方して謀反した因子と戦って大勝した。京秋に生と帝都の君が関という地で平和の誓いを行った聖の人々が A からの死者の北九結を捕爆して A の国を襲った。 けれどもやがて両国の君は「佐」という場所で平和を訳したまた「牢」では雨乞いの祭りを行った。デン秋が来ると清の慶公と帝の健康とは漢の地で平和の誓いを結び A の国も仲間に入れようとした A の霊魂は真に背いて清と帝都が結んだ同盟に加わりたいと考えたが大部分の家老が反対をした。 そこで補給血を死者として聖に行かせ、聖の慶古にごっそりと頼み込んで、補給血を捕虜にして、我が英の国を襲っていただきたい。そうすれば家老たちも帰国の意を恐れて同盟に賛成するでしょう。と言った。慶古はその通りにして、やがて霊孔と佐野地で同盟した。慶、聖の国家が軍隊を指揮して、路の西部国境地帯を撃った。 9月になるとロではまたもや盛大に雨乞いの祭りを行った。年聖の国家が炉の国境を犯したロでは瑤子が機関士の戦車の御者となり高蓮陽が盲村すなわち盲一師の御者となって出陣し聖軍を野襲する作戦をとった聖の方ではそれを知って復縁を置き炉軍の襲撃を待ち受けていた。 その際高蓮陽が「陽子お前は軽々しく進むから敵の復兵にあったら討ち死にするであろう」と言い同じく既存氏の家来の戦意もまた「お前は炉の二人の家老を追い出そうとしている役人の手を借りるまでもなく自分が殺してやろう」と脅かした陽子はすっかりおじけづき野襲を中止して引き上げたそのため路軍は敗北を免れたのであった。 10月から始まる冬の間には何事もなかった。でん「衆の慶応は固有の守護職の慶氏のところにおられたが冬11月午後の日に州の禅氏と劉氏とがそれを迎え真の関心が護送を申し上げて騎士の日に首都に入城した」以上。以上以上で牧野。マキの 27終わるここでこの本は4巻が終わるあとはまた最終巻の外巻が入ってそれからまた訓読と生薬を読んでいきたいと思いますので一回切りますまた後ほど。